どうも、ベレスパスカでいきたいと思います。はい、本日はクイズ8パネルでもらえる SR 引換券について少しお話をさせていただこうかなと思っております。まず、この選択チケットでもらえるキャラとしましては、矢部坂、ミサ、コーダ、小牧、小田、ムツキ、バレンタイン、エマ、ミナギ、前島、ウェイ、でワン、タイラン、アオイちゃん、セッチャン、カガミ、ミサワ。この15体のうち1体を選択してゲットすることができます。で、ここからはね、おすすめキャラを紹介させていただきたいんですけども、最近始められた方用です。ご了承の方よろしくお願いします。やっぱりね、長い間やられてる方は、正直このキャラたちより上のキャラたち持ってると思います。まあ、最近始められた方だけ聞いてくれるとありがたいです。で、最近始められた方は、まずやってほしい高校としましては、アスレティス高校が最近パワーアップしましたので、いいと思うんですけども、まあ、その高校の編成としまして、まあ、自分はね、スピード110デッキとか、まあ、敏捷を稼ぐデッキをさせていただいているんですけども、お手軽に強いキャラを作るのであれば、まずはテクニック固め。うん。テクニック固めをお勧めさせていただきます。まあ、自前でね、テクニック4体以上持ち込めば、スマイルという無課金バッジ。まあ、課金せずにバッジ屋で交換するバッジがあるんですけども、そのスマイルというバッジを使いまして、テクニックをね、最大109まで上げることができます。このバッジは1レベルでいいです。1レベルでいいのでゲットしておけば、4体ね、テクニックキャラを入れると、上限がプラス4となります。そこで109にすることができますので、まずはテクニック固めから始めてみてもいいのかなと。最近始められた方はテクニック固めのアスレティス高校から始めた方がいいと思ってます。で、この引換券の中でテクニックキャラと言いますと、まあ、ミサ、あとは、小牧。で、あと、舞島。で、エマ。で、あとは、ムツキ。ワン、タイラン。かな？まあ、その辺、あとは、アオイちゃんか。アオイちゃんもテクニックですね。まあ、この辺がテクニックキャラとなるんですけども、まず、舞島。舞島はね、両利きなんですよ。両利きなので、金徳が被ってしまいます。なので、外れます。で、ムツキ。マジックパス。高校金徳でもらえます。なので、外れます。で、あと残った、バレンタインのエマ。で、ワンタイラン、ミサ。あとは、小牧ちゃんか。まあ、この中で、まあ、一番強いよと。自分は一番強いと思うのは、やっぱりワンタイランだと思います。まあ、タックとかで稼ごうと思えば、ワンタイランが一番優秀なテーブルをしてるんですよ。得意練習頻度が2ありまして、試合経験点ある。まあ、得意練習頻度があると、アスレティス高校って伸びやすいんですよ。うん。まあ、35レベルで基礎ボナがないっていうのは、ちょっと辛いところではあるんですけども、まあ、解放することができれば伸びますし、うん。まずは得意練習頻度でスパイラルタックを呼んでいく。まあ、この作業が大事になってくるんですよ。まあ、そうであれば、この中で、この15体の中で唯一得意練習頻度を持ってる。まあ、まあ、言うたら矢部坂も持ってるんですけどね。あとは、ムツキとかも持ってるんですけども、まあ、その中でも、ムツキは持ってないのか。ムツキは持ってないね。うん。その中でも強いのは、やっぱりワンタイランだと思う。うん。エマも2ぐらい持ってるのかな。持ってる、ごめん。持ってるわ。結構持ってるキャラいるわ。でも、うん、ワンタイランが、やっぱりタッグ的には強いです。うん。金徳的にも悪くないと思うので、ワンタイラン、おすすめさせていただきます。アスレティス高校最近始められた方ならば、ワンタイラン。その次に、エマ。まあ、やっぱりね、特技練習頻度ですね。まあ、この辺が強い。あと、このエマに関しては、体力回復が合計4回あるんですよね。バレンタインの時1回と、福井部が3回、体力回復ありますので、正直彼女なし編成も、エマの場合はやりやすくなります。うん。こいつを踏むことによって、ね、体力回復できると考えると、彼女なしアスレティス高校もね、ハマりやすくなりますので、エマはありだと思う。うん。あとは、葵ちゃんはね、まあ、金徳が独特で、マリンドリブルか。うん。マリンドリブルだっけ？マリンドリブルだね。マリンドリブル。唯一金徳を持ってます。でも、ドリブル系の金徳って、正直他にもいるので、まあ、タック的にはそんなに強くない。うん。葵ちゃんを使うよりかは別キャラを使った方がいいかな。意外と葵ちゃんって得意練習頻度1あったんでね。すいません。全く認識してませんでした。まあ、アスレティス高校やるならば、その中だと思う。で、ミサの場合はゴールキーパーなんで、ゴールキーパー作りたいなって方ならば、選んでもいいけども、まあ、基本的に、まずはフィールドプレイヤーから揃えるべきだと思いますので、うん。テクニックのワンタイランやエマを選んでいくといいと思います。まあ、ちょっと進んでて、まあ、ミサが欲しいよと、ゴールキーパー作りたいよって方ならば、ミサはいいと思う。まあ、守護神はね、
アスレディス高校では高校筋力でゲットできませんので、全然ありだと思う。うん。まあ、今度ね、まあ、自分もアスレディスでゴールキーパー作ってみようと思うので、そちらを参考にしていただけると幸いでございます。そして、まあ、テクニック、まあ、テクニックは中盤、ミッドフィルダーは、基本アスレディス高校で初めは作った方がいいと思います。まあ、今からね、キャプツバの南葛高校をやるためには、ちょっと翼とか岬とか必要なキャラが多すぎる。ということで、今から始めれた方はアスレディス高校でミッドフィルダー作りましょう。そして、フォワード。フォワードでこの中で取った方がいいよってキャラは正直いません。はい。正直この中でフォワードで使えるよってキャラはいないので、フォワード作りたい方はこの中から選ばないでください。はい。まあ、このものはミッドフィルダーとかディフェンスとかゴールキーパーに使ってください。で、ゴールキーパーとディフェンスの場合は、まあ、ギガントならば若干使えるかなと思うキャラはいます。まあ、コーダちゃんですね。まあ、前回も言いましたが、ギガント学園高校は人数効果アップが強いです。人数効果アップが強いので、コーダを添えるだけでタックは強くなります。はい。まあ、筋トレがちょっとしょぼいんでね、入れたくない思いはあるんですけども、まあ、コーダでもいいかなぐらいですね。本当に始められた方は、ですよ。最近始められた方だけ、これを聞いてください。で、ギガント学園高校でのゴールキーパーは、ミサは使いません。まあ、それはね、ギガント学園高校で、高校キャラの唯一、ゴールキーパーで使えるイベキャラとしまして、彼女キャラがいるんですよ。コモリちゃんがいるんですよ。コモリちゃんの筋トレがミサと被ります。なので、ミサを使う場合はアスレティスク高校限定です。先人谷高校でも使えません。まあ、先人谷高校でも高校のね、ディフェンスキャラの、タックでもらえますので、正直、いりません。ミサを使うならアスレティスク高校です。まあ、こんな感じでね、選択してもらったらいいと思われます。まあ、彼女キャラは選ばない方がいいね。とりあえず彼女キャラは選ばないでください。彼女キャラは正直もう高校の彼女キャラか、あとはなんだろうな、二金徳持ってる彼女キャラじゃないともう使用する当てがないというか、そんな感じのサクセスとなっておりますので、彼女キャラのみなぎとせっちゃんは選ばないようにしてください。まあ、今回はね、簡単ですが、選択チケットの解説をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。